したケネス・ブラナー監督による2014年のアメリカ合衆国のアクションスリラー映画。本作はジャック・ライアンの映画作品としては5作目である。本作はジャック・ライアンシリーズをリブートした作品。これまでの映画とは違って、クランシーの特定の小説を原作としておらず、ホセイン・アミニによるコンセプトをもとにしたオリジナルストーリーとなっている。ライアンを演じるのは、 クリス・パインであり、アレック・ボール・ド・ウィン、ハリソン・フォード、ベン・アフレックに続いて4代目となる。日本公開版は、池上明が字幕監修を担当した。アメリカ同時大発テロ事件の後、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスに在学していた、ジャック・ライアンは、アメリカ海兵隊に入隊し、アフガニスタンで戦うが、ヘリコプターが撃墜されて、脊椎を損傷する。療養中に、 ライアンは医学生キャシー・ミュラーと親しくなり自分をリクルートしようとする CIA のトマス・ハーパーに会う。10年後、ライアンは表向きウォール街の会社で働きながら密かに CIA のためにテロリストの資金の流れを追いキャシーを婚約者としている。ロシアが国連の投票で敗北した時、ライアンは不自然なドル相場の動きに気づく。 ロシアの奥万長者のビクトル・チェレビンが運営する組織の講座にアクセスできないことを知る。ライアンの会社がチェレビンと取引をしていたため、ライアンは監査のためにモスクワに行く。モスクワに着いた途端、ライアンはボディーガードを装う暗殺者に命を狙われる。ライアンは SOS を送り、バックアップがハーパーであることに驚く。ライアンはチェレビンが 密かにドルの価値を釣り上げており、テロの直後に大量の米国債を売って市場の暴落とアメリカ経済の崩壊を計画していると説明する。脱出せずに調査を継続するようハーパーは求める。翌日ライアンはチェレビンと面会するが監査対象の会社はすでに売却したと言われる。一方、キャシーは浮気を疑ってモスクワにやってくる。規則に反してライアンは 自分が CIA のために働いているとキャシーに教える。ライアンはキャシーを伴い、レストランでチェレビンに会う。ライアンは酔ったふりをしてキャシーを侮辱し、席を立ってチェレビンのオフィスに忍び込み機密情報を盗む。翌朝にテロを起こし、大量の売り注文で市場の暴落が計画されていることを知る。チェレビンはキャシーを誘拐させるが、 ライアンが救い出す。ライアンは、チェレビンが息子、アレクサンドルを密かに合衆国に潜入させていたことを知る。合衆国に戻る飛行機の中で、ライアンは、アレクサンドルの潜伏場所とウォール街が攻撃対象であることを突き止める。ライアンは、アレクサンドルの乗る、偽の警察車両を見つけて、ウォール街の地下に追い詰め、車両に搭載された大量の爆弾に気づく。 ライアンは車を川に落下させ、爆発直前に飛び降りてアレクサンドルは死ぬ。チェレビィンは陰謀仲間に処刑され、ライアンとハーパーはホワイトハウスに呼ばれて大統領に説明する。カッコ内は日本語吹き替え2002年にトータルフィアーズが商業的に成功した後、シリーズの継続が検討されたが、実現には至らなかった。2008年にサムライミが 映画、ジャック・ライアンシリーズを復活させるために参加したが、後に彼は映画、スパイダーマンシリーズに集中するために降板した。2009年10月、パラマウント映画と共同出資のスカイダンス・プロダクションズは、オリジナルの映画シリーズからリブートした、ジャック・ライアン役として、クリス・パインと交渉していることを発表した。同時に、プロデューサーのロレンツ・ォディボーナ・ベンチュラとメイス・ニューフェルドは、 ホセイン・アミニが草案を書いたオリジナルコンセプトに基づいて企画を進めた。2010年8月、アダム・コーザとの脚本、モスクワを元としたリブート映画をジャック・ベンダーが監督することが発表された。翌月、アンソニー・ペッカムが脚本書き直しのために雇われ、その後さらに1994年の今そこにある機器も執筆したスティーブン・ザイリアンも雇われた。 しかしながら、ザイリアンは数週間後に撤回し、さらにパラマウントはパインがスター・トレック・イント・ダークネスでジェームズ・ティー・カークを演じるために本作は一時保留された。この間にデビット・コープが書き直しのために雇われ、2012年始も半期の撮影開始が目標とされた。2012年3月にベンダーがスケジュールの都合により降板するとさらに延期された。 パラマウントとスカイダンズは、パインが2012年9月に、イントゥダークネスを終えた直後から撮影を始められるように、すぐに、ベンダーの代わりに、ケネス・ブラナーを雇った。プリプロダクションは、バッキンガムシャーのパインウッドスタジオ街のオーガスト・ストリート・フィルムズ・リミテッドで行われた。監督が決まった、数ヶ月後、ケネス・ブラナーは、悪役として出演する契約も交わした。 2012年8月初頭、女主人公役として、キーラ・ナイト・レイ、フェリシティ・ジョーンズ、エヴァン・ジェリン・リリーが考慮され、またケイト・ベッキン・セールとジェシカ・ビールにも持ちかけられたが、拒否された。その報道から数日後、ハリウッド・リポーターは、ナイト・レイに決定したことが発表された。同月は、ケビン・コスナーは本作及び、容赦なくに、トマス・ハーパー役で出演する契約を交わした。 2012年8月末にマンハッタンで撮影中の画像が報じられたが、パラマウントとスカイダンスは2012年9月18日までに主要撮影の開始を公式に発表しなかった。この時点ですでにニューヨークでの撮影は完了しており、モスクワのダブルとしてリバプールシティセンターでの撮影が行われていた。2013年8月にニューヨークで再撮影が行われた。 映画音楽はブラナー監督作の常連参加者であるパトリック・ドイルが作曲する。ドイルは本作の作曲にいつもより時間がかかり7ヶ月を費やした。黒地に銀色でジャック・ライアンとだけ書かれたティーザーポスター2013年8月、パラマウントはジャック・ライアン、シャドウ・ワンと題した予告編をテスト観客に向けて公開した。 公開予定日は当初は2013年12月25日であったが2013年10月24日に2014年1月17日への変更が発表された。トム・クランシーが亡くなった翌日の2013年10月2日、ジャック・ライアン、シャドウ・リクルートという題を冠したポスターが公開された。その翌日の10月3日には最初の予告編が公開された。 本作への評価は賛否両論となっている。映画批評サイトロッテントマトズには2014年1月15日、現在10件のレビューがあり、批評家支持率は50%、平均点は10点満点中6.1点となっている。ニューアークスターレジャーのステファン・ウィーティーは肯定派で4つ、星中2つ星派を与え、新しい映画シリーズの幕開けと工業的成功が、 確実と言える作品と評した。一方、タイムアウトニューヨークのジョシュア・ロストフは否定派で、5つ、星中3つを与え、クリス・パインの演技は、本作の世界観にあっておらず、初登場シーンに至っては怒った恋のみたいだと、評した。ありがとうございます。